はい、今回は市川猿之助さんの否定的な情報を自民党が排除する理由は桜を見る会と〇〇かと、こちらの件について考えてお伝えしていこうと思います。今回もよろしくお願いいたします。この市川猿之助さんの件はですね、不可解なところが非常に多く、警察マスコミの動きがおかしいと、そういうことを僕も皆さんも思ってらっしゃると思うんですね。で、今回ですね、その手がかりとなりそうなもの、あるいはですね、関与っていうか違った意味でこの自民党が動き出したんで、これって裏に、いろんなものがあったんだなと、そういったことが分かったので、そちらの件を今回、考えながらお伝えしていきます。今回もよろしくお願いいたします。どういった内容なのかっていうね、週刊誌の記事がありますので、まずそちらから考えていきます。そしてその週刊誌の記事には、本当のことっていうのはもちろん書かないんですが、裏に別のことがあるんだろうなという、その裏を考えていきますね。どういうことかっていうと、こういうことです。警察が調べていたこの市川猿之助さんの件でですね、なんと自民党がこの件を火消しに動いていると、そういったことを言っていると。自民党の関係者がこのことを言ったと。で、自民党は何かっていうことなんですが、自民党の有志議員で作る歌舞伎振興議員連盟というその組織があるらしいんですね。僕はよく知りませんが。で、この歌舞伎振興議員連盟の会長をですね、務める人物が、中曽根康弘の子供かな、自民党の、重鎮と言われている中曽根康弘の、子供、中曽根博文、という77歳、あるんですね。ここで、分かりましたね。この件というのは宗主国シーマレーの関与、あるいはですね、この〇〇というところにはおそらく原発の利権が関係していると。そこに多分何か気づいたんじゃないかっていう。市川猿之助さんはですね、その原発のことを何か調べていた、反対していたっていう情報があるんで、そこかなと思ったんですね。で、この週刊誌の記事には原発の芸能人も書かれていないんですよ。全く違うことが書かれているんですね。東京五輪に向けて日本が誇る伝統文化である、歌舞伎の予算を支援して、観光客がどうのこうのとか、そんなことを言っていたりとか、歌舞伎振興議員連盟を中心に、自民党は歌舞伎を応援しているとかって、そんなことを言ってるんですね。で、この歌舞伎振興議員連盟として、歌舞伎を守りたいと、言っていると。で、この今回のこの件でですね、何としても市川猿之助を守るように、猿之助の不利は排除するようにと瞬時に連絡がありましたと、こういうことが、こういうことを言ってるわけですね。ここから何を思うかっていうと、あれ、もしかしたらこれってこの自民党が市川猿之助の味方をしてるんじゃないかとか思うんですね。ただそうは言っても、こういったね、疑わしき件に関して政治の力が働いて真相を隠すっていうのはおかしいんですが、実はおそらくそうではないんですよ。これっていうのは、知られたくないこの自民党のこの中曽根康弘っていうね、その宗主国アメリカの傘下の人間です。この人間のおそらくその原発利権、そういったものが関係してるんじゃないかと、思います。皆さんもいろいろ思うことはあると思うんですが、僕がこのニュースが一番やっぱりおかしいと思うのはここなんですね。中曽根康弘という内閣総理大臣の息子である、自民党の重鎮、中曽根博文がどうのこうのとかって言ってるんですが、中曽根康弘っていうのは日本、自民党において、宗主国アメリカ CMRA のエージェントであったことが分かってるんですね。123便の件とかも隠していたことが分かってるんですよ。で、さらにこの中曽根っていうのは、この親子揃ってだと思いますが、原発利権に深く関係しているんですよ。で、市川猿之助さんは脱原発とかそういうことを運動をしていたっていう情報があるんで、おそらくここに触れたんじゃないかと、僕は思います。ただ当たり前ですが、そういうことは、触れません。で、この市川猿之助さんは原発利権に触れていたんで、そこのことを深く、知られるのが不都合だからとは言わずに、自民党あるいは中曽根、っていうのは、この市川猿之助さんの件に関して、肩を持つみたいな、そんなようなことを言ってるんですが、おそらく嘘でしょうね。本当のことを隠すために、こういう、意味のわからない、ことを言ってるんだと思います。
僕はこういうふうに思ってますが、このニュース、この週刊誌の記事、実際そうなんですが、多くの人がこれを思ってるわけですよ。なぜ自民党がこんなものに乗り出してきて、この市川猿之助さんの件を、包み隠そうとしてるっていうわけじゃないですか。明らかにおかしいんですよ。不都合な情報はどうのこうのとかって、不都合だろうが不都合でなかろうが、そんなものは別にね、調べればいい話なんですが、明らかに、そのおそらく原発利権だと僕は思います。最近もね、その原発に関して、謎の法案が通りましたね。老朽化した原発をさらに伸ばすとかっていう、そこに大きな利権が関係している。で、そしてそれを国民が知らないっていう感じだと思うんですよ。で、そこを何か市川猿之助さんが知っていて言おうとしたと、まずそこが大きな一点ですね。あともう一つですね、ものすごくこれっていうのも重要なんじゃないかと。で、これってのは僕の解釈なんで、もしかしたら間違ってるかもしれませんが、こういった情報があったんで、こちらの情報を手がかりに考えていきます。初めて僕知りましたが、皆様ご存知の方いらっしゃるかもしれないんですが、こういったニュース記事があるんですね。安倍首相が安倍首相が開催した桜を見る会に参加した芸能人というところで、カズレーザー、小峠英二、千原誠二、ミッツマングローブ、石坂浩二、デヴィ夫人、市川猿之助。あれ、市川猿之助さん、桜を見る会に参加してたんですね。ここで何かを知ったんじゃないかと思います。もちろん何かを知っても、別にそれに反対運動をしない人っていうのがいるんですよ。そういったね、なんていうのかな、その自民党の傘下に入って、それこそ東丸協会の傘下に入って何も黙ってる人っていうのがいると思います。しかし今回、明らかな形で、おかしい目に遭ってる市川猿之助さんは、なんだかわからないですが、桜を見る会で、何かを知ったんじゃないかと思います。僕は一つ前から疑問に思っていることがあるんですが、この自民党の中でですね、明かされないものというもので、聞いたことある方いらっしゃるかもしれないんですが、 ODA 資金っていうのがあるんですね。これに触れるっていうのも相当これまずい話なんですよ。この ODA 資金というのは何かっていう話なんですが、こういった定義があるんですね。開発途上国の社会経済の開発を支援するために、政府をはじめ国際機関、NGO、民間企業などの組織や団体が経済協力を行うと。これらの経済協力で、政府が開発途上国に行う資金、あるいは技術の協力を政府開発援助、ODA と言っていますと。この表向きは ODA っていうのはいいことをしていると言われているんですが、本当のところがわからないんですね。この ODA っていうのは資金の流れが不明確なんじゃないかと、そういったことを、言われていたりもします。別にこれは嘘でも何でもなく、こういうことが言われているんですよ。だからこれは何を物語っているのかというと、この件ですね、今回の件、市川猿之助さんの件ね、市川猿之助さんが一家まるまる無理まるまるを図った、ご両親を丸したって言ってますが、僕はそうではないと思っているということを何回か、リスナー様にお伝えさせていただいたことがありますが、別に一家まるまるでも無理まるまるでも何でもなく、市川猿之助さんはおそらく原発利権の、原発の闇でしょうね。原発の闇、原発利権の闇、あるいはですね、ODA 資金の闇、こちらについて何かを知っていた、あるいはそのことを知っていて何かを言おうとした、だから今回のような件にあったんじゃないかと、両親マルシっていうことで、自分がマルされそうになった、あるいはですね、もしかしたらマルされたかもしれないと、そのようなことが考えられる、こちらの件だと思います。で、どちらにしてもですね、原発利権にしても、この ODA 資金にしても、自民党の背後に、宗主国がおりますので、ここには触れることができない。もちろん僕が話してるっていうのはあくまでも大きな全体像でしかないんで分かりませんが、その細部っていうのが分からない。しかしその可能性っていうのが十分にある。中曽根っていう名前が出てきた時点でそう思いました。自民党の背後から警察あるいはマスコミにですね、通達が行って、これらの件を調べないようにということで、出たんじゃないかと。だから今回の件というのはやはり自民党の背後の東丸教会、あるいは日本の宗主国、その巨大利権、そこに立ち向かっていったことから出た、この件じゃないかと思います。この市川猿之助さんのですね、週刊誌の報道で、
自民党が表向きは市川猿之助さんの否定的な情報を排除するっていう、あたかも味方のふりをしていますが、実はそうではない、こういった真相に迫る、ようなことはさせないと、そういったことでただただひたすら隠し続けている、そういうことだと思います。しかしですね、この件というのは隠しきれない可能性というのもあるんですね。日本の宗主国が今アメリカ経済崩壊しておりますので、経済崩壊してアメリカがですねデフォルトした場合、もうアメリカにそういった力がなくなりますので、本当のことが明らかになる可能性がある。僕たちにはどうにもできませんが、この件の真相がですね明らかになることを願います。今だからこれ結構分岐点に来てるんですよ。アメリカの経済が崩壊して自民党の背後の宗主国が弱体化して、こういったことが明らかになるか、あるいはそれともずっと今までのように隠し続けるか、そういった今分岐点に来ていると思うんで、真実が明らかになることを願っています。今回のこちらの件はですね、話題に出ておりまして注目されていることがあるんですが、当然週刊誌はねこの僕が言ったようなことを書きませんから、ただおそらくこれが本当だと思うんで、だから あらゆるものを隠してるんですよ。こういうふうに考えると話の辻褄が合うんじゃないかと思いますので、リスナー様の何かご参考になっていただける点があれば何よりですということで、今回はここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。